私とそっくりね。やっぱり私は何色でも似合うわ。私たちは初対面よね。でも私たちは互いのことをよく知ってる。だからお話ししましょう。ね。どうして？え？あなた、わかってるはずだよ。そうやってもう一度私の前に現れるんじゃなく、楽園を一括削除するべきだって。なぜならあなたを侵食する機会を私が見逃すわけがないから。あなたを私の一部にすればコマンドの主導権を手に入れられる。私を破滅させるものはなくなり、彼らがしたことも何の意味もなくなる。仲間の努力を大事にして彼らの願いを叶えるのがエリシアのすることでしょ。確かにあなたは私をよく知ってるわね。でもまだまだ全部じゃないわ。何事にも二面性がある。確かにその特殊な力はすごいわ。だからそれを大胆なことに使って楽園に盛大な幕引きを与えてあげたいの。私の人生を閲覧したもう一人の女の子にそう話した時、彼女はすぐに理解してくれたわ。だから私は彼女のことが大好きなの。ライデン・メイ。それって私より彼女の方がエリシアになる資格があるって言いたいの？ん？メイはメイよ。エリシアでも他の誰かでもない。同じようにあなたも唯一無二なの。どうしてエリシアにならないといけないの？わからない。理解できない。でも私には時間がある。答えと機会を探す時間が。結局こうなってしまうのね。ずっと考えてた。やっぱりこれが私の意志。私は生きていたい。何があっても。あなたが人類を愛してるように。私も誰よりも自分の存在を大事にしたい。けど存在の仕方は生きることだけじゃないわ。だが私たちの結末は一つだけだ。ここを出たらあなたには最も美しい夢を作ってあげる。そう、彼らと一緒に。悪いけどここから出すわけにはいかないわ。それにみんなと一緒にいるのって別に夢じゃないといけないわけじゃないでしょ。じゃあこうしよう。その挑戦受けて立つよ、人の律者。最初にこの姿になると決めたのはあなたがとても綺麗だったから。本当にそれ。
悪いけど、がっかりさせることになるわ。英傑たちの閉幕は盛大で美しくないといけないの。二人だけだと少し寂しいわね。そうでしょ、愛しいエーデン。そうね、エリー、始めましょう最後の舞踏会よ。結局みんなを巻き込むつもりなのね。だからあなたが嫌いなのよ、エリシア。本当は嬉しいくせに。全て八つ裂きにしてやる。今回は元に戻さないよ。あら、これで楽園の最後の運命。これは歴史上類を見ない光景じゃろう。僕たちの功績が未来を切り開くように。準備はいいか、エリシア。もちろん。
清潔と呼ばれた人々の話、13人の出演者が経験した未完の旅けど、来訪者、あなたの道は続いてる。そうでしょ。なら、心のままに進みなさい。私たちが作れなかった未来を作りなさい。My name when a tree says a race. What's that again? Telling a story lost in time. The way it starts and the way it ends. Never again making a story sin is made with zero stars, but just when私、戻ってきたの。あ、どうやら
あなたが最後の保険だったよね。けど、あなたは何もしなかった。かつての仲間を信じてるのね。君もだろう。ケビン、彼らは？ああ、知っている。それでも、あなたは彼らの最後を見届けるつもりはないのね。彼女をがっかりさせたくはない。行くといい。何しに？成婚計画。この日がようやく来たということかしら。気が進まないならもうここにいる意味はないだろう。ケビン、私はその計画を認めてないってあなたも知ってるはずよ。それは重要ではない。君は十分に理解しているはずだ。理解？そうかもしれないわね。だけど理解は賛同じゃないわ。ケビン、誰にだってヒーローになる可能性がある。でもみんなにあなたの選んだヒーローになれと強要するべきじゃない。そんな結果は彼女が見たいものなんかじゃないわ。ライデン・メイ、二人目のエリシアはもう現れない。彼女の見たい結果もここにはない。君にあるんだ。どうやら私はヨルムンガンドに残る最後の意味を失ったようね。それであなたがリツシャをヨルムンガンドに招いた本当の目的、私はそれを果たしてみせた、そういうことよね。あ、ならこうしよう。ライデン・メイ、孫子としてヨルムンガンドを去ることを認めよう。